先月行われた自民党の総裁選でも沖縄に来て討論会に参加をしました。私は総裁選に負けました。理由は宮崎さんが応援してくれなかったからです。宮崎さんが応援してくれてれば勝てたかもしれない。それでは皆様お待たせいたしました。私の信頼するそして共に仕事を東京でやっている日本のリーダー小泉進次郎自由民主党選挙対策委員長でございます。どうぞご清聴お願いします。議論班の皆さんこんにちは、小泉進次郎です。今日はこのように風が吹く中、宮崎正久さんの応援に大勢の皆さんお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。まさに今我々に逆風が吹いているように、本当に逆風の選挙になりました。そういった中でも宮崎さんという仕事ができる政治家をこの選挙で落とすわけにはいきません。私は先月行われた自民党の総裁選でも沖縄に来て討論会に参加をしました。私は総裁選に負けました。理由は宮崎さんが応援してくれなかったからです。宮崎さんが応援してくれてれば勝てたかもしれない。それぐらいの力を持っているのが宮崎さんです。私が総裁選に負けてもこの選挙で宮崎さんを落とすわけにはいきません。そして政治ではありませんが、私の地元の神奈川県とこの宜野湾はものすごく大きな縁があります。とうとうまさに今掛け声がありましたが、 DeNA ベイスターズが日本シリーズに進出決定しました。私神奈川県民ですが、皆さんご承知の通り横浜 DeNA ベイスターズです。私の地元は横須賀ですが、横浜の隣にあるんですが、2軍の DeNA ベイスターズの2軍の本拠地が私の生まれ育った横須賀であります。そういう DeNA ベイスターズの中で守備もうまい、打撃もミートがうまい、その選手の名前が宮崎さんです。そして DeNA ベイスターズの2年前のスローガンは横浜反撃です。この選挙、宮崎さんは相手の背中を追っているチャレンジャーの立場です。まさに相手の背中を追ってクライマックスシリーズまで行って、そして強敵巨人に追いついて最後は勝ち切った、この DeNA ベイスターズのように、今回の選挙の合言葉、残り3日間は宮崎反撃です。逆転の宮崎、そういう思いであと3日間、本当に厳しい選挙ですが、皆さんの力を宮崎正久さんに貸してください。先ほど私が DeNA ベイスターズの選手の宮崎さんと、今回の選挙区の私が応援している宮崎さんをかけて言って、これ意味があるのは、宮崎正久さんは自民党の中で何か政治の課題が起きたら困ったときは宮崎さんと言われるぐらい、新しい法律を作らなきゃいけないのに、その仕事を任される役割になっているのが宮崎さんなんです。そういう方の力はこれだけ前例がないほど国際的にも不安定さを増していて、来週もう衆議院選挙は終わっていますが、この衆議院選挙が日本で終わったら、翌週はアメリカで大統領選挙です。トランプ大統領にもう一回なるかもしれない。世界は大きくまた動くかもしれない。
日本の中の経済的な課題も、まさに皆さんがこの後3円3かどちらか分かりませんが、スーパーに買い物に行く時間かもしれません。物価が上がってきた、そういったことも乗り越えることができて、中小企業や小規模事業者の皆さんが賃上げができるような環境を作ること、やらなきゃいけないことがいっぱいあって、その生活を守るためには政治が安定した環境で仕事に取り組まなければいけません。もしもこの選挙で自民党公明党が過半数を割るというような、今報道でされているような、そのような結果になってしまったら、政治が不安定化をして、これからやる経済対策、補正予算、年内の成立すら危ぶまれるかもしれません。そんなことを絶対に起こしてはなりません。ただ自民党にお灸を据えたいという沖縄県民の皆さん、宜野湾の皆さん、全国の皆さん、そういった皆さんが今回いらっしゃるのは、我々自民党の起こした問題の責任です。それをしっかりと反省をした上で、それでもなお宜野湾の皆さんにここだけははっきり申し上げておきたいのは、政治と金の問題、宮崎さんは全く関係ありません。今回この問題は私のような自民党の執行部が批判を一身に受けて、その批判を背負えばいいんです。宮崎さんは関係ありません。そういった中で、一人でも多くの皆さんがそのことを周りに広げ、家族や仲間たちに広げていただいて、自民党にお灸を据えたいけど、自民党は完璧な政党じゃないし、ダメなところもあるけど、それでもやっぱり自民党だ、それでもやっぱり宮崎だ、そういうふうに思っていただけるように、誠心誠意最後まで全力で皆さんにお訴えを続け、この混迷する時代に日本が政治が揺らいではならない、そういった安定した日本、暮らし、そして政治を実現をするためには、宮崎雅史さんをなんとか勝たせていただきますよう、お願いを申し上げ、私からの応援と変えさせていただきます。皆さん、宮崎さんもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。最後まで最後まで精一杯頑張ってまいりますので、宮崎雅史さん、どうぞよろしくお願いいたします。